おざす、T シスンです。さて、今回の BF5 はこいつ使っていきましょう。M28 ですね。看護兵のストップルボルトの SR です。ストレートプルボルトですね。これ SR なんかね、DMR じゃないでしょ。あれっすよ。コマンドカービンとか、ジャングルカービンとかね、同じカテゴライズの武器となっておりますが、確か、ストップルボルトの SR としては、こいつが一番最初じゃなかったっけ？コマンドカービンじゃなかったの？ジャングルカービンが一番最後だったと思うけど、どうだったっけ？多分そのはずなんだが、やっていこう。で、いいね、スポットが見える。OK。はい。で、こいつ使えることは使えるんだけど、コマンドカービンよりは。コマンドカービンね、ファイアストームで異様に強いけど、コンクエで、コンクエはそこそこ使えるか。問題なのは、ブレスルよ。ブレスル。ブレスルだと結構ムーズいんですよね、コマンドカービン。はい。しかし、そのコマンドカービンよりもちょっとね、その射程距離が伸びたのがこいつ。ただし、サプレッサーはないですから。はい。待てよ。なんか見えねえな、敵。あと、しれっとね、グレネードランチャーつけれるんですよね、これ。グレポン。はい。今回は特に戦車とか出ないんで、使う機会がそんなないかなとは思いますが、やっていきましょう。で、さっきコマンドカービンの強化版みたいな話したと思いますが、ジャングルカービンの劣化でもあるんだよね、これ。その射程が伸びたとはいえ、若干なんかもうちょっと、もう一声射程欲しいかなっていう感じの武器でして、75メートルぐらいまでね、その胴体、2発で倒すことができます。これジャングルカービンと同じだと思うんですけど、ヘッショーアンパンの距離はすっげえ短いんですよ。ちょっと待ってね。危なかった。はい。とにかくそのヘッショーアンパンの距離が50メートルぐらいかな。はい。あと10メートルぐらいね、欲しいところなんですが、一応、SR、ストレートプルボルトの SR の中では、一応ね、レート最速ということで、レート100かな。はい。ある程度、レートでご利用してね、中距離からパチパチやっていければ強いのかな。あんま使ったことないんだけど、なんかさっきから偉そうに説明してる割にはって感じなんだけど。いけるっしょ！はい。BF5 の SR さん、だいぶ、待てよ。B 入ってんな。いけるいける。この距離を保持しよう。はい。これどうで？なるほど。これはもう50メートル以上か。なるほどね。はい。96って出ましたか。残念。で、あとはこちら辺からなんか来てる？撃たれたね。ちょっとなんかわけわかんない位置にいたから、ちょっと回復するまで待とうか。B はもう大丈夫か。どこら辺だっけ？リスのあたりでしょ。あれかな。違う、気のせいだ。弾飛んできたぞ。どれだ？あれだわ。わおこれダメだね。先に当てられた。看護 SR、レート最速とはいえ。ジャングルカービンが最強なんですよ、やっぱ。ジャングルカービンとこいつ、レート差16ぐらいじゃなかったっけ？そんなにないんで、ヘッショ距離を多めに取って、撃てていけたら俺的には強い。人によるかもしれないけどね。はい。弾速は普通の、ストップルボルトの SR とそんな変わりはない。確か500ぐらいのはず。なんか食らったぞ。リスか。いいや。とりあえずリロードして。はい。で、彼らもなんか負傷してるんで、これどうしようかな。いねえな。もう救急箱だけ置いて、俺は他のとこ見ようか。ここでも、二つしか見るとこないけど。A の側と B の側。はい。さあ、あとはこれ来るかな。いるね。ちょっと当てづらい。弾が切れた。ダメだ。いいところで、あと一発だったんだけどね。はい。一発なのかな？ダメージ見てなかった。75以上だったかもしんない。これ、敵いるっしょ。B が取られてそこで味方死んでるなら絶対そっちが来るわな。はい。で、言うてね、レートは速いと言ってもこれ一応 SR なんで、あんま接近戦は得意ではない。どんな状況でも頭抜けますって人ならわかんないけど、俺ちょっとそういうの無理だから、若干引き気味に戦っていこうかなとは思いますが。さあどうしましょうか。ちょっと挟まれ気味だね。来たね。OK。右からも来るし、B の初期脇からも来るし、こっちからね、こっちからも来るし、で、左側の細道からも来るし。さあ、俺の命もあと数秒かもしれない。いいね。あの距離は、なるほど、50メートル以内か。
じゃあ、頭積極的に狙っていこうか。はい。で、リロードして。で、いや、木が邪魔だな。この木怖えな。くっそ怖えな、これ。ちょっと待って。あ、鉄条網か。鉄条網に引っかかって。ちょっとケツの鉄条網邪魔なんだよって。壊してくんねえかな。味方の数が足んないんで、蘇生して味方を増やそう。ちょっとエイムが、オッケー、よっしゃ。はい。さっきのヘッシュはね、若干まぐれ入ってる、ね。自白すると、ちょっとまぐれです。はい。で、難しい挙動だな、あれ、多分。やめとこう、狙うのは。来たら狙っていこう。で、いるね。いるが、ちょっと先に当てられたか。敵も SR。なんかケツから?うん。やばいぞ。ちょっと位置的にマジでやばいぞ、これ。うん。鉄条も1個でいいから壊してくんねえかな、誰か。こういう時にグレポン持ってたらね、その楽なんだけど。マシンボルトをつけてるから、今回は。グレポン持ってねえんだよね。いや、味方が死ぬのはやばい。うん。あれだ、火力が足んなくなるから。割とご両親でも起こしていこう、味方を。いけねえかな、これ。あ、いけねえよな。はい。まあ、こっちからいけるんだけどね。うん。こういう風に敵がいっぱいまだいると思うんで。うん。孤軍奮闘するしかないと思ったら、取られてんのか。もう、くそ、ジョンソン。貴様。油断したわ。なんかいるが。で、頭に一発当てて他の味方が倒した。で、もう一人。オッケー。これで2キル目だね。はい。で、リロードして、もう少し様子、見てみようか。で、なんか顔出してるが、そこ顔出せるんだな。俺知らんかったわ。はい。で、出てきたね。ちょっと動きが複雑だな。レレレとまでいかんけど。狙いづらい。弾速がお粗末なんで、まあ、しっかり先読みしていきたいが、ああいうレレレは無理だね。正直。まぐれを狙うしかない。で、謎の木が2つたかれてるけど、あれ多分ほぼ意味ない。B に木体でもね、分体でやってるならともかく、その、看護兵1人の木の量じゃカバーしきれんでしょ。この B から攻めるんじゃ。まあ、木な、あ、まあ、1人でタグならええじゃないかな。やっぱ、ここは。はい。まあ、俺、用意周到だから、そういう敵の穴は見逃しません。うん。あ、でもね、VR 買ったんですね、俺。VR 買って喜んで、その、開けたんだけど、Wi-Fi 買ってなくて、まだ実況できてません。Wi-Fi が届くまでちょっと待って。でも、いるね、なんか。どっちから顔出すの?で、ちょっと吹雪いてきたね。この吹雪もな、なんか、まあ、台紙的には視界が悪くなって、とつりやすくなったんじゃないとは思ってるのかもしれないけど、ただ、先に置いたやつが不利なだけだからな、この吹雪。左から銃声?いるね。はい、こんな感じで。先に撃ったやつ、動いたやつがなんか察知されやすい。うん。まだよ。まあ、その、視界を隠して、混戦にしたいならね、ダイスさんもホワイトアウトクラスに真っ白くしないと、まあ、そういう戦況は起こりにくいかもしれないね。はい。若干見えるっていうのがね、そのまた、ツボなんだよね。若干見える、ね。若干見えるから、その、動いてないやつは察知しづらくて、撃ってるやつ、動いてるやつが察知されやすいということで、ね、ああ、ことでね。まあ、今回、ダイスさんはこれで学習しても、6は神ゲー確定なんで。はい。いや、困っちゃうね。はい。OK。で、あとは、で、敵の人数がもう、60じゃないです。30か。30だ。30割ってるんで、また一方的な試合になりつつあるけど。うん。まあ、まあいいだろう。はい。で、そこ。戻ってるね。とりあえずなんかグレあげようか。死ねえ。どう?やったぜ。適当グレヒットを。で、残り10人切った。どうしますか、これ。しばらくもうウィーニングラ、あ、待てよ。100ポイントが落ちてる。任せろ、俺に。100ポイント。はい、どうぞ。よっしゃ。で、帰って、これどうすかな。あ、でもなんか B にちょっと入ってる。B に若干入ってる。なんかスポットが一瞬見えた気がするけど。一瞬じゃねえな、もうすっげえ見えてるわ。1個分体ぐらい。で、そっちからも来てる。なんか味方撃ってるけど。気のせいか。まあいいや。はい。で、こっちは、あ、これフレアだ。敵のフレアだね。でもあんま関係ねえし。どうせ B しか見てないだろ、敵。これ。ほら。OK。で、終わりか。はい。というわけで、対象だぜ。超嬉しい。うん。まあ一応 GG と言っておこう。はい。というわけで、今回 M28。
だコントロンなんとかとか書いてたんだけど読めなかった。 M28 と訳させてくれ。まあまあ使えたね。はい、ではご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。で次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。